はい、主にこんばんは、やだないしゃぶさんです。録画です。今回は、なんだっけ、メルゼナ合ってんの、メルゼナの初見を行ってきましたということで、あれですよ、モンスターハンターライズサンブレイクの、まあ、タイトルモンスターってやつだね。あの、まあボスじゃないよねモンハンって毎回そうなんだけど、あのパッケージになるようなモンスターって、まあ、ボスっぽくずっとシナリオ上は扱われるんだけど、大概カマセイヌでしょあのその後に出てくる古竜級の、 あの前座みたいな、うん、あのキャラですよね。あの、まあ、サンブレイクの一つの山メルゼナを初見で行ってきましたっていう動画、まあ、あのぶっちゃけ今もう終わったんだけど、終わった後なんですけど、あの弓で行きました。でね、ほんと 1,2 週間、うん、持ってる？でもそんくらいだよな。ずっとあの全然進めず、ハンターランク4、メルゼナ出てからも進めずみたいな感じで、ずっと何やってたかっていうと何見せればいい？装備管理の前セット、あの弓の弓のさ、何がいいのかをずっとやってました。これ全部ここ最近作ったやつ、ここら辺までかな。そのまま昔出たらもっとあるけど、あの 2,3 ページ弓の装備だよね。これ何やってるかって、だからその何をまずどの弓にするかから始まって、でな、どの系統が強いか、まあ貫通なのか通常なのかとかから始まって、でじゃあ通常でやるとしたらこの弓にするとして、じゃあどういうスキル積んだら強いのかとかっていうのを延々とやってるっていう感じでやってたんですよ。で、まあ、まあこの段階でだけどね、あのクリアっていうか、何エンドコンテンツまで行かない、こんな段階でタイトルモンスター出てくる段階での話だけど、まあこの段階で何が強いかなっていう結論としては、弓に限ってかもしれないけど、属性弓強いなっていうとこですよね。俺はそれでいいよと思ってる。あのワールドで動画作ってた時にめっちゃあのチャージアクスで言ってたんだけど、属性武器って作るのめんどくさいんですよ。一本一本属性用意しなきゃいけないし、敵に合わせるの持っていかなきゃいけないし、あの初見では使いづらい、だって属性何弱点か分かんないからっていういろいろ制約があるのに、あの無属性の方が強かったんだよね、チャージアクスね。それが本当気に食わなくてでも今回あのまあ弓でやってから話変わってくるけど、でも属性めちゃくちゃ強いですね。あの攻撃も盛りやすいし、あとこの段階でスキルのさ、連撃っていうスキルが出てくるんだよ。なんだっけ、あいつ武器あのもうさ名前が出てこない最近。ハンターノート、あ、ライゼックスか、ライゼックス防具につく連撃スキルがここで出始めて、ライゼックスを倒せるようになって出始めてだよ。あの連撃スキルがなんだっけ、俺今つけてんのかな、あ、ゼックスあるか、あれでしょ、あの攻撃を当て続けることで攻撃力と属性値が上がるやつね。あの今はたまたまこれあったらいいなぐらいでつけてるけど、あの弓との相性もいいし、だからまあ属性のダメージを上げる方があのダメージ上げやすい段階かな、まあざっくりかな、まあ武器たまたまそうなのかも、まあ全体的に属性武器は強くしてあるのかもしれないけど、盛りやすい、あのいろいろ比べた感じ盛りやすいから、弓選びでしたらまあ属性弓かなと思うんだけど、まあ今回あのメルゼナ初見ということで、なんか当たりつけて属性武器持ってくのどうって思いつつ、まあそれあのライブでやってましたけどエスピナスの時やってましたけど、なんかまあ初見は物理だろうと思って、物理弓のどれ強いか、どのスキル盛るのがいいかとかっていうのを考えて、まあ話長くなるからすでに長いんだけど、まあ毎回この出だしでいっぱい喋るけど、あの結論から言ったらね、まあつけるスキル結局倍率系強いんだよ。あの攻撃力がいくつ増えるとかじゃなくて、あの倍率がつくスキルがやっぱそれは強い、まあ、それって後半になればなるほどそれはそう、実数値
上がるよりもその割合で上げてくるスキルの方がそれは後半は強くなってくるんだけど、もうすでにその傾向があって、結局強いのってさ、どれでスキルを見ればいいの？あれかな、装飾品の着脱かなんかで見ればいいか。まあ弓だとここら辺かな。あの通常弾だから、あの弾質選んでそれの威力上げるやつ、これが確かレベル3で 1.2 倍かな。 1.2 倍のさ、実数値上げる、攻撃力プラス20上げますとかっていうのと 1.2 倍上げますっていうのを比べるのってすごい、いや打ってみないと分かんないとかあるけど、まあ単純計算で言ったら攻撃力の 20% 分の価値があるに近いだろうなとは思うのね。だからこれ今のさ 20% って言うと、だ例えば武器が350でそれの 20% って言ったら60-70ぐらいの価値はあんのかな、攻撃力の実数値で言ったら。で他のスキルってさ、あのレベル3で例えばフルチャージのレベル3で発動中攻撃力プラス20とかでしょ。なんか雑な計算してもそれは 1.2 倍でかいよなって気がするよね。でも実際に打ってみてやっぱそこら辺の倍率系をつけてた方がでかい。で他に何があるかって言ったら攻撃スキルとかだよね。攻撃スキルなんかつけてるかな、つけてないからこうやってみればいいか。攻撃はレベル7まであるでしょ。そっか、あの攻撃力を 1.1 倍 C とかあるんだね、攻撃スキル。これもだから強い、積めば強い。ただこれって積むの大変で 0.レベル4からでしょとかいろいろあるのよ。だからスキルの重さとかもあるし、でまあやっぱり結局攻撃ダメージ上げるだけだったら会心狙うのがいいんだよね。会心ってだから確率でその攻撃ダメージがあの結局倍率かかる。これもやっぱ倍率じゃん。だからやっぱ会心を重視した方がいいところもあるしみたいな。って。で、まあ個人的には弓はあの弱点特攻いいかなと思う。弱点特攻ってあの、柔らかい部位のダメージを上げるってやつだから、それほど効かない部位のダメージ。あ、ダメじゃない、回心ね、回心率を上げるやつ、弱点特攻を見せてください。ありますか、通撃しとってればあるか。有効部位への攻撃時回心率 50% だから、有効部位じゃないとこれ発揮しないんだけど、でも弓ってもともと有効無効がさはっきりしすぎなんだよね。もう効かないところには1桁ぐらいしか入んないのが弓だから、で効くところには結構しっかりダメージ入るんだけど、効かないとこには本当に倍率どころの話じゃないから、だからそもそも会心取れたって取れなくったって変わらない。だからもう効くとこには会心乗るっていう弱点特攻はまあいろいろやって相性いいなって。でここで会心率上げて、でダメージ倍率で伸ばしてとかってやるといいなとかいろいろやったんですよ。まあこれざっくりのとした説明しかしないんだけど、結局たどり着いたのが、まあ弓はあのこれですよ、ずっと使ってたあのグラディエンテを使っていて、これは何がいいかって言ったら、あのため段階、最初からレベル4解放されてるやつ、これがさまた話長くなるわ。あのシークバーです、戦闘見たい人は飛ばしてくれ。あのね、弓の今まで言ったら散々盛る盛らないとか言ってダメージ盛れる盛れないって言ってるけど、結局やっぱため段階レベル4解放されてる方が強いんだよ。だからそれをさ解放するためにはさ、頭に羽飾りつけなきゃいけない、解放スキルが乗ってる羽飾りつけなきゃいけないんだけど、でもその分そうしたらさスキル減るじゃん。でその減るスキルと解放とどっちがっていうのもやっぱいろいろ調べると、なんだかんだ言ってやっぱ結局解放した方が最終的なダメージでかいんでね。だからそこもね、あの悩みどころ。だから弓としては最初からあの解放されてレベル4使える弓の方が強い、強いというかお得。だから結局3だとレベル4解放されてる武器と比べると、頭にあの解放スキルつけなきゃいけない分やっぱ見劣りするんだよね。だからそこら辺も考えて選んだのがこれ、最初から4やっぱ解放されてるっていうのはでかくて、ただそういう弓ってさ、あのため段階ごとのさ属性がさバラバラだったりさ使いづらいのが多いのよ。でも
まあこれは許せるかなって、拡散拡散連射連射まではまあ許せるかなっていう。で結局あんまりやらないんだけど、これに対して何で見れる？ステータスか、通常弾、通常や強化を載せてるんでね。あんまりこのさ、全部通常でもないのにさ、通常載せるっていうのはあんまりおすすめしないんだけど、でもやっぱり積んだ時のダメージが、もう見るからに違うから、他のと比べてもね、結局グラディエンテにこれ積んで、で最終4レベルのダメージを上げるっていうのは、まあ他の盛り方とかも含めて、いやこれが一番ダメージでかいかと。あと俺はあれも視野に入れてるの、近距離攻撃とかも視野に入れてるから通常の殴りとかが強いのも視野に入れると、この弓ってさ、グラディエンテってさ、基礎的な攻撃も高いのよ。350ってまあ高めなんだよね。高いのだと360とかあるけど、だいたいなんかここら辺の体の弓ってまあ物理だと特に320とか、そこら辺330とかが当たり前なんだけど、50いってるのって結構珍しくて、まあその分回心率とかも何もないんだけど、だからまあいろいろ加味したら、まあ我慢できる部分も含めて、まあこれかなっていう感じで、これを盛るっていう。ただ盛り方はもうさっきから見せてるけど、もうなんかつまみつまみ回心に寄せるわけでもないし、攻撃に寄せるわけでもないしみたいな感じで、つまみつまみして、まあ、ここに落ち着いたんですよ。こんな感じね。まあ余計なのついてるけどね。貫通矢も考えたんだけど、やっぱ貫通矢は強くなると思うよ。あと弾道距離が一番貫通矢、長く広くてこんな感じでずっと話しますよ今日は。貫通だと適正距離がめちゃくちゃ長いから、ここから行けんだよ。恐ろしい話。あれ？もうちょっと行かないとだね。これ貫通矢じゃないわ違う違う違う、これマイナス回心だよ違う違う、こうやってびっくりしたんや俺も。貫通ってどれ？貫通これだ。もうこっからいけんだよ。今のさっきのと比べてくれれば、これね、弾道入れてるな、多分。この感じは入れてるな。違う。弾道強化入れてるね。弾道強化入れないと確かね、このぐらいの距離から適正距離なんだよね。こっから。で、弾道強化入れて、このぐらいでしょ。だからもうほぼほぼこの距離で戦えるんだけど、まあこの距離で当てるの難しいけどね。動くから敵が。ただ貫通ってさ、体通してなんぼだから、こっから敵の向こうに抜けるまでにダメージ稼ぐ。たださ、俺気のせいじゃないと思うんだけどさ、貫通って正面に捉えないとダメージ出ないよね。例えばここから頭狙っても、あ、出るわ気のせいでしたどっからでもいいんだ。あ、取れるわ。あー、まあでもだからボス戦これがいいって言うよね。貫通がいいって、距離も取りやすいし。ただ一発のダメージだけで比べるとさ、これ何で比べてたかって、頭狙う、この距離からこうやって頭狙うダメージだけでやってたのよ。お前らちょっと黙ってろ忘れてたぞ。あ、違う、静かにしてて。こっから特に強化とか入れないで、最大段階でバッて打つ、まあ、ここのダメージ、合計ダメージを基準に考えてたんだよ。まあいろいろあんだけどね、泡とかつけたりとかもあるから、まあ、大体あいつの頭狙ったらどのぐらいのダメージ出るかなっていうので見比べて260かってやってたのよ。で、じゃあ他に比較対象としては、さっき間違って持っちゃったこれね、マイナス回心を是正して、マイナス回心消して運用したらどうなるかっていうのを試してて、まあ272と、あんま変わんないんだよ。だからで、中俺が作り上げた
グラディエンテはこれね、パワーはなかったかな、パワースキルは入れてないかな、ないか、まあ300勝ちと、まあ会心がちゃんと決まればもっといく時あるかも、もしかしたらこれが最高か、なことないね、65見えてるかな、まあ大体81、81、81、65っていう、まあまあまあ会心、まあこんなもんなんじゃない、いつもあ、だから4発のうちいくつ会心取れるかな、多分ね、全部65だったね、下振れがまああったの今だから、上振れ下振れあるかもしれないけど、大体でも1未満のが一番下だからな、65しか取れてなかったのが4本で、もうすでに今ね貫通とかと試したやつを超えてるから、まあこれでええかと。ただでもね、これにたどり着いたのもずっといろいろ悩んでたんだよ、あの、いや、じゃあ武器決めました、ね、グラディエンテにしましょうって言ってから、そこからまあだから、あのスキルをさ、あの攻撃アップをたくさん必要に勝つとかね、入れるのがいいのかとか、あとは何やっていろいろやったらよね、ここら辺はそうでしょ、連撃入れたやつ、攻撃と連撃入れてみてどうかとか、なんかここら辺がそうだね、まあこれもこれ自体もじゃあ泡入れたやつをとかっていうのでも何タイプか試して、その中で一番いいのだけが残ってるだけなんだけど、ダメなんかシャープシューターにダメなんか入れるやつとか、まあまあまあいろいろやって、あ、通常弾3弾両方強化するタイプとかね、なんか入れれば出るし、出れば入るしみたいな感じでいろいろやってたどり着いた、これは違うわ、後半かな、ここか、ここだ。攻撃7入れてフルチャージ乗せてとか、あと、まあ似たようなもんか。まあまあ、たどり着いたのが寄せ集めなんですけど、これのポイントは、まあ、攻撃回心ちょいつまみね。あの弱点特攻とフルチャージ入れて攻撃力上げと回心上げをちょいちょいつまんでるのと、あと、まあ、通常弾強化入れてるのと、あと弱点特攻だよね。あ、弱点特攻だよね、じゃない。弾道強化だよね。弾道強化入れ、3レベル入れることで、雪月瓶入れても、結局、ちょっと待って。この距離で戦えるんだよ。雪撃の距離がこれだよ。これ。だから弾道強化レベル3強えなと思って。もうほぼほぼだから、攻撃盛りスキルって考えてもいいわけじゃん、ここまで雪撃瓶で戦えるんだったら。まあまあボス敵によって適正距離変わるにしても、まあだから貫通がここだったじゃん、貫通のさ何も積んでないのがここで戦ってたじゃん、で大体似たような、似たようなってことはないけど相当いい距離で戦えるから、まあこれでええやんって。いざさ、だから本当に距離取りたい時とかさ、強撃入れて、こういう意味あるのもいいところ。どの距離、あれこの距離で戦える、まあまあまあいいよねみたいなさ、まあええかと。そして近距離も、近距離のダメージも打ちたいな。よし、まあ何も強化しないで206いってますんで、会心取れたからかな、会心取れて206いきますんで。ただ普段俺ガブ止めするんですよ鬼人薬グレートも飲むし、怪力のための食べるし、でこれもあるかってやったら、会心取れてる、最初に取れてたら233の方が、そうだね、パキーンって打ってたよね。このダメージではまあいいかなと。まあいいんじゃないですか、ちょっと見たいな、ちょっと総ダメージを。
まあ、1000超えるからまあまあええんやないかっていうことでこれに君に決めたと。でさっきまあ見せたけど早食い入れてるのよなんでそれ入れんのみたいな。入れてるというか入っちゃうから早食いが。早食いとね、なんだっけ、いつも言ってんの、早食いと腹減り体勢、腹減り体勢間違ってるんだけど、今気づいたんだけどなんで腹減り体勢入れてんの。これで行ったの俺、接触だよ無職じゃなくて。道理でアイテムなくなるわと思ってたわ。ここで気づいたわ。接触入れるとほぼ回復薬とか、あとなんだっけ、今俺がガブ飲みしてた強化系バフ系のさアイテムとかはさほぼほぼ減ないんだよ。これ飲みまくりができちゃっててさ、競争薬とかさ基人化グレードが、まあそれは死ぬたびだからいらないんだけど、 ここら辺とかね、怪力の種とか試合中減らないから、もう俺本当に接触満足感か、満足感入れをいつもしてたんだけど入ってなかったわそれで俺途中であれか、珍しく俺キャンプ途中で行ったなと思ってたけど、そういうことか。だからこの食べる系アイテムの仕様と相性がいいから早食い入れてたんですよ。これで正しいよ、ちょっと登録させて大変な事実に今気づいちゃったよ。で前セットでどこだろう、寄せ集め庭書きだ。まあ行ったなあ。いや実はこれだからさっき最初言った通り終わってから撮ってるんですけど、もっと大変な事実があって今のスキルの入れ間違えだけでも俺の中ではでかいけど、もっと大変な事実があって、いろんな装備を試してたでしょ。今見た感じ、見せた感じ、もう敵倒しては新しい防具作ってって感じで、スキル趣味回してましたけどね、ここら辺とかを特回引っかいずっとやってたんですよ、これをね。で防具全部強化してなかったなんで全部だよ、しかもさ部分的に新しいのつけてるっていうことはよ、まあまあ ありはあったんだけど、見たら後で見返したら今さっきやったもん、これ強化レベル全部1だった防具が途中で気づいた、さすがにメルゼナ戦途中で気づいたけど、あれなんかおかしいなって。最初はさあ、まあまあこのぐらい強いかぐらいに思ってたけど、未強化だとね各防具15ぐらいずつ違うから、まあ10から15違うから数字で言ったら防御力60ぐらい違うんだよそれで言ってたっていうのに途中で気づいて、やたら赤ゲージ多いし、一撃死まではいかないけど、でもまあ十分8割9割持ってかれてる状態で戦ってたから、それに気づかず行ったっていうメルゼナ戦を取ったんで、何分喋ったの、はい、20分喋ってますねまあご覧くださいって感じかな。まあ死ぬかもしれん、クリアしたとは言わない、初見メルゼナ戦行きましたとしか俺は言ってないから、まあどうなるかっていうのご覧ください、のんびりご覧ください。というわけで、やだないしやださんでした。まあお別れの挨拶ここでしとくわ。はい、ご視聴ありがとうございました誘いに導かれし、うわ気持ち悪いあれそんなやつだったのか。風にさらわれその風が闇の化身と知る、見えは避けられぬ闇に覆われしまま、ああ生果てるまで吸い尽くされ、給仕はひたすらに主への緑地を捧げ続ける、税を尽くし満を持して闇は月光のもと姿を現す。ミノトカヒノエだろこの声、結局どっちだっけ。
祈って。出発。ああやってこ。ああヒオレネだね。今こそ反撃の時。二度と不覚は取らない。あそこじゃん。恐れるものなど何もない。寝てる。受けてみろ。久しいナメルゼナ、騎士の誇りにかけて貴様を撃つ。なんだなんだ。うわちょっと待って、めっちゃダメ取られた。何それ。ああ竜だ竜だ。うわ刺してきたぞ。こっち来る。あー危ない。なんかあの吸血鬼がマントブワーってやるやつ。うわー危ない。なんかちゃんとかわしてんの。うわー近い。なんかうまいこと距離取れてるけど。なんかやってきてる。あ違う違う自分返しちゃった。そう。あなんだこれ。いやちょっと待って。なんだと。今なんだったんだ今の。自然回復がなくなり体が上がり減少していく状態になる。攻撃を当てなきゃいけない。塩素の回復量、あーなるほどね。赤く光る部位がある。だそこに当てなきゃいけないのか。体力が なんか少なすぎる。ちょっとどうないと。常時集中を切らさぬように共にクエストを成功させよう。いいぞ。どうやん。
いやー、いや、ちょっと待って。どこにいた今。おーおお、ワープしてるワープしてる。いやいやいや、ひどいよ。あのワープ自体には判定ないのか。動けない。いいよ、ダメージは出てる。尻尾切れる系かこれ。おっと、移動だよね、本当に。強襲とかないだろうね。こっちか。いや、そうなんだよね。ちゃんと敵の方見ないとダメだわ、これ。あれだから。それ行け。乗れんの早くない？回復できてないよ、俺。足一歩食らってんだけど。行け行け。なんかもう一発当ててくれ。それ氷ブレス。なんだこれ。やっぱり、あー食らってるけど。最初の携帯に戻ってね。
ちょちょちょ、かわせなかったんだけど回避が入んないんだけど。いやー、いて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 、今なんか尻尾攻撃だと分かったな。切るんだぞ尻尾。チャージ切れてんの。いや今撃ちたくなかったな。いやータイミング合ってない。なんだよ。ありがとうありがとう。ちょっともう休ませていったすごっ、あの距離すごっ。なんだここ、どっか破壊したらしい。さすがは尺銀竜だな。相手にとって不足なしだ。こっちだ。それうん、尻尾切れないのかな。なんかやってんの、何やってんの。飛んでる飛んでる。うわ何それ。いやっ疲れてる。いていていてずる。ちょっと待って待って待って、こんなとこ入っちゃったら辛いぞ。違う違う違う、食らってるんだけど。うわーずるいそれ。うん、ちょっとダメージでかっ。いやーそれだそれさ少し待っていてくれひどい、かわせない。合流したぞ。大丈夫ルナガロンで。ここ入んないでほしいんだけど。王国を幾度となく危機に陥れ、帝徳の故郷まで
許すものか。どこで戦ってんの。おーおーおあ、切ったらしいぞ、尻尾の切断。どこにある？いや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 、ハマっちゃってるが。これだこれだこれだ。やったやった。で戦わせよう。狭いんだよなここ。なんかチャンスっぽい。あ、移動だ。まだまだ。はいや。いや、よかったよかった。切れた切れた。これでこれで言われないわ。尻尾切ってないって言われない。なんかでも羽もいってんな。いってないなこれ。きっと。羽全然ダメ取んないんだけど。やばいやばいやばい。なるほどね。いい調子。いやここってさ、戦っていい場所なの？なんか破壊できなさろ、羽。それこそ、近距離攻撃じゃないとダメか？ナイス。ダメか、寄ったものの。ダメだな。危ねえ。いやー、食らってる。魚なくなっちゃったよ。怖い怖い怖い。危ねえ。ちょっと羽は諦めよう。じゃあこっちの方がいい。いやーかわしてない。まだやってくるのかい。違う、危ない危ない。
やー怖っ。よろしくね。あれちょっと待って、ダメージでかすぎんだけど。あ、ほらやっぱりレベル1の防具あんだけどおかしいと思ったよ、なんかダメージでかいなと思って。あんなに赤ゲージ大きいのおかしいよな。何のハンデだよ。近接攻撃なら羽に対して結構ダメージ取れるのかだけ知りたい。ナイス。ドーンの後どうすんだっけ。結局食らっちゃったんだよな。あ、あれを食らったのか。なんかリフレッシュしてる。硬くなってる気がする。49だって。まあまあ弾よりかはダメージ通ってるか。強敵にされてるよ。あーあーああ、この状態の方がやりづらいかもしれん、もしかしたら。自分が近くいっちゃった。うわー、2回やったのかな、それを。回復する回復する、攻撃すると。ちょっと寄ってこ。ちょっと寄ってこ。魚がなくなった。なあ、声でかいね。いやいや、壁。そこいうさ、端っこいるのずるいよな。いや、言ったった。いやー、打ちすぎ。血が出た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 。いや、かわしたでしょ今。
いや、ついて来ちゃった来ちゃった。いやー、かわしてんだけどな、足りないんだよな多分距離が。あははは、ずる。途中ちゃんと戦えてたのにな。諦めるもんか。それ行け、行くぞ。これね、拾う余裕もないって。広いじゃん。いいいのかな。いいよ。いいことだよ。うわー、声でかいな。この距離届くのか。少し待っていてくれ。合流したぞ。何回何回ルナガノン来んのよ。ルナガノンしかいないね、見たら。固定なんだよな、多分。初回だからかな。すごい、すごい。邪魔だ、羽の方行きたいよ。あー、ほらー、かわしてんだよ。多分回復距離3ないと厳しいかもな。あ、2かこれ。1しかないんじゃなかった。これでかわさないとダメってことか。いや、今のはちょっと段差、今のは段差。それ行け。いやー、ちょっと。
もうちょっとだ。ひるんでる、ひるんでる。てはい、引きずって引きずってる。弱っているみたいだ。どこに帰るんだ。あ、ごめんごめんごめん。あ、やっぱりそこに帰るか。最初寝てたところで寝るのか。見てる。おいおい、間違えた。まだ V 破壊残ってたのか。全然弱点じゃなくなっちゃった。うわ、怖い。うわっちゃ、タイミング合っちゃうな、あれ。いいダメージ通ってる。ナイス。羽やってるね。きっと羽破壊してるね。ナイス、最後は良かった。帰るべき場所へ。さらばだ、大域を滑る竜よ。まさか防具強化してなかったとは思わなかった。見事だった。怪我はないか。宿主を失い猿のみか、あるいは、いつものパターンだったらここからコリュー出てくるからね。帰ろう。みんなが待っている。あ、エンディングっぽい。すげえエンディングっぽい。長い宴になりそうだな。